日本東京都新宿区早稲田早稲田は東京都新宿区の広域地名。早稲田の地域は古くは牛込村に属しており江戸牛込村あざ早稲田であったが江戸時代初期には別村になり早稲田村と呼ばれるようになった。1868年東京府の設置により南都島郡牛込早稲田村となった。1878年群区町村編成法により 東京府牛込区が発足し、早稲田村は牛込区に所属することになった。さらに、1889年、市政、町村制の施行に伴う東京市の設置により、東京市牛込区は、南都島郡牛込早稲田村を編入した。1943年、東京都政施行により、早稲田は、東京都牛込区早稲田町、牛込区早稲田鶴巻町等となった。 古くは水田が大部分を占める農村地帯であったが、東京専門学校の開学に伴い学生街、文京地区へと発展していった。現在、早稲田大学の本部キャンパス、文学学術院キャンパス、菊井町キャンパス、明治通りを挟み理工学術院キャンパスが所在する。早稲田キャンパスと西早稲田キャンパスの途中には、学習院女子大学、 北側の豊島区に日本女子大学、富山キャンパス南側に東京女子医科大学、高田の馬場駅周辺に専門学校が点在し、同地で学ぶ学生は多い。学生向けの下宿、飲食店、不動産や書店も多く、店舗を構え、早稲田通り沿いを中心とする古書街は都内有数の規模を持つ。地場産業としては製本、印刷業が盛んであったが、 現在ではその産業規模は縮小傾向にある。夏休みや春休み期間には人通りが大きく変わり、授業期間中のみ営業する飲食店も存在する。学生館では高田の馬場も含めて和製大体とみなす傾向がある。穴八幡神社は江戸時代からヤブサメが行われていた。現在は10月10日に近くの富山公園で行われている。なお、 富山公園には、東京都区内の山の手線内にて一番高い山で、ある、箱根山がある。また、毎年当時から節分にかけて、一応来福のお守りを求める人で混雑する。夏目坂。ありがとうございます。